うも皆さんこんにちは、着伐です。本日はですね、対象者限定 ANA プレミアムポイント2倍キャンペーンとですね、 ANA スカイコインキャンペーン開設ということでやっていきたいというふうに思います。いやこれね、来ましたね。先日開設させていただいたね、 ANA のプレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021っていうのがありましたけども、キャンペーン対象であればですね、プレミアムポイント半分で済んでしまうというね、とんでもないキャンペーンなわけなんですよね。まあね、冒頭にも言いました通り、こちらのキャンペーンね、対象者限定っていう風になっていますので、この動画ね見られた方はですね、とりあえず ANA のねマイページチェックしていただいて、このキャンペーンね来てないかぜひね確認していただけたらなという風に思います。それではですね、キャンペーンの詳細ね行ってみたいと思います。まずですね、 ANA プレミアムポイント2倍キャンペーンの方ですね、こちら期間が2021年の1月の1日から2021年の3月31日までという風になっております。こちらのキャンペーンはエントリー必須という風になっておりますので、マイページにですね記載がある方はそちらからねエントリーしていただけたらなという風に思います。でですね、対象路線なんですけども、国内線 ANA グループ運航便国内線全路線という風になっておりまして、提携航空会社が運航するコードシェア便については ANA NH 便名で搭乗した場合のみ対象という風になっております。でですね、一応国際線もありまして、 ANA グループ運航の国際線全路線という風になっておりまして、国際線に関しては提携航空会社が運航するコードシェア便は全て対象外という風になっております。でですね、予約クラスに関しては国内線国際線両方ともですね、マイル積算可能な全運賃もしくはクラスという風になっておりますので、 ANA の便ね乗れば対象という風になっております。でですね、対象者に関しては ANA のねマイページにこのキャンペーンがある方のみ対象っていう風になっております。でですね、積算時期に関してなんですけども、全てね1ヶ月後っていう風になっておりまして、1月中にね搭乗した場合は2月の上旬、2月に搭乗した場合は3月上旬、3月に搭乗した場合は4月上旬に付与っていう風になっております。でですね、こちらのキャンペーンに関してはですね、エントリーと搭乗のね順番がどちらでもね構わないという風になっておりますんで、この動画をですね後から見た方であってもですね、マイページにねキャンペーンさえあればですね、搭乗した後でねエントリーしても対象という風になりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。でですね、対象者に関してなんですけども、このキャンペーンねどの方に来ているか全然わからないっていった感じになっておりますんで、もしねこのキャンペーンある方ぜひねコメントいただければなというふうに思います。私は ANA のねダイヤモンドステータスね保有しているわけなんですけども、幸いね私にはねこのキャンペーンね来ているっていった形になっておりますんで、もしかしたらですね ANA のステータスね保有している方向けなのかもしれないですね。ちょっとこれはねわからないっていった感じになっております。でですね、次に今回のこのプレミアムポイント2倍のねキャンペーンなんですけども、一応ね獲得の一例というのをね紹介していきたいなというふうに思うわけなんですけども、ANA スーパーバリュー21でマイル積算率 75% で羽田から那覇まで搭乗した場合ですね、こちら本来は片道1476プレミアムポイントをね獲得できるっていった感じになるわけなんですけども、こちらがねプレミアムポイント2倍のキャンペーンということですので、これがねそのまま2倍になりますんで、片道2952プレミアムポイントがねもらえるっていった感じになるわけなんですよね。でこれがね片道でね2952プレミアムポイントがねもらえるっていった形になりますんで、羽田から沖縄ね往復するだけでこれね倍になるわけなんで、往復で5904プレミアムポイントがねもらえてしまうっていう感じになりますんで、かなりね強烈なキャンペーンですよね。先日ね解説動画出させていただいたプレミアムメンバーステータス獲得チャレンジ2021年のねちょっとおさらいをね見ていきたいなというふうに思うわけなんですけども、プレミアムポイントの獲得状況ね、こんな感じになっているわけなんですけども、ダイヤモンドであれば8万ポイントもしくは5万ポイントでねダイヤモンドになれるっていう感じになるわけなんですけども、まあ、今回のキャンペーンですね、プレミアムポイント2倍っていう風になりますんで、獲得するのはねこのプレミアムポイントの半分でいいわけなんですよね。ですんでダイヤモンドステータスであればですね、本来5万ポイントですけども、こちら2万5千ポイントプラス7サービスプラス600万円でねダイヤモンド獲得できるっていった形になりますんで、8万プレミアムポイントであってもですねこれ半分で済みますんで、4万プレミアムポイントと4サービスで400万円のね決済でダイヤモンドステータスね維持できるっていった形になりますんで、かなりねハードル下がるかなというふうに
に思うわけなんですよね。まあ、個人的にはですね、ステータス獲得チャレンジの方がですね、プライムポイントね、結構高く設定されてるなって私は思ってたんですけども、このキャンペーンがね、あるからちょっと高くしたのかなって思うぐらいですよね。まあ、かなりね、お得に利用することができますので、ぜひね、マイページチェックしていただいて、まあ、もしかしたらですね、ステータス保有者限定かもしれませんので、ダイヤモンド修行でね、防衛動画考えている方であればですね、ぜひね、利用してみていただきたいなというふうに思います。それでは次にですね、 ANA スカイコインのキャンペーンですね、乗って貯めようボーナスコインプレゼントキャンペーンということで、こちらですね、搭乗回数に応じてスカイコインがねもらえるキャンペーンというふうになっております。でですね、キャンペーンの詳細ですね、期間は2020年の12月1日から2021年の2月の28日搭乗分までっていう風になっております。こちらもエントリー必須という風になっておりますんで、マイページにですね、キャンペーンのエントリーがあれば対象といった形になっております。特典はですね、搭乗ごとにスカイコインがもらえるっていう風になっておりまして、2回から3回搭乗した場合は500スカイコイン、4回から5回搭乗した場合は1200スカイコイン、6回以上搭乗した方は2000スカイコインということで、こちらは最大でね2000コインという風になっておりますので、足し算されていくわけではないのでね、この点は覚えておいてください。でですね、対象路線ですね、国内線全路線という風になっておりまして、提携航空会社が運航するコードシェア便の場合は ANANH 便で予約搭乗した場合のみね対象という風になっております。こちらのスカイコインのキャンペーンはですね、国内線のみという風になっておりますので、この点はね覚えておいてください。でですね、対象運賃が ANA スカイコインの方には決められておりまして、マイル積算が 75% 以上の国内線運賃という風になっておりますんで、ちょっとねここは後でね解説させていただきたいなというふうに思います。でですね、スカイコインの付与時期は2021年の3月10日っていうふうになっております。でですね、このスカイコインのキャンペーンはマイル積算が 75% 以上の運賃ということで、 50% 以下のですね運賃は対象外っていうふうになりますんで、でですね、この 50% 以下のね積算率っていうのは、まあ、どういうものにね対象になるかっていう話なんですけども、まあ、基本的にはですね、ヤフートラベルとか楽天トラベルとかパックツアーで利用する航空券っていうのはですね、こちら 50% 以下でね設定されているっていった形になりますんで、まあ、基本的にはですね、ツアーで搭乗した場合はこちらのキャンペーンね対象外になるっていう認識でいいかなというふうに思います。ですので、まあ、基本的にはですね、 ANA の公式サイトで予約した場合はですね、基本的に 75% 以上に、ね、なることが多いかなというふうに思いますので、まあ、一応ですね、こちらのキャンペーン狙っていくっていう場合はですね、ご自身のね予約する運賃をですね、事前に、ね、確認していただいて購入ねしていただければなというふうに思います。でですね、公式サイトですね、こちら確認することができるっていった形になっておりますんで、そちらもね、こちらの動画の概要欄にね載せておきますので、そこからねチェックしていただければなというふうに思います。まあ、こちらのねキャンペーンは最大でね 2000ANA スカイコインっていう風になるわけなんですけども、まあ、2021年ですね1月から2月の末までにですね SFC 修行等々をね検討されている方であればですね、もらえるものはですねもらっといた方がねいいかなという風に思いますし、プレーンポイント2倍のキャンペーンね対象者の方であればですね、この期間にね利用すればスカイコインもねもらえてしまうっていった形になりますんで、ぜひね利用してみていただきたいなという風に思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA プレーンポイント2倍キャンペーンとですねスカイコインのキャンペーンね解説させていただきましたけども、いやこのタイミングでねプレーンポイント2倍キャンペーンをね出してきたのはかなりすごいですね。 ANA のねダイヤモンド修行であったりですね、 ANA ダイヤモンドね防衛考えてる方はですね、ぜひねマイページチェックしていただいて、このキャンペーンねないか確認していただければなというふうに思います。でですね、キャンペーンの確認方法なんですけども、これねちょっと画面出しておきますけども、 ANA のねマイレージのアプリありますよね、ログインしていただいてマイレージの画面にですね右上にマイキャンペーンっていうのがねあると思うんですけども、そちらねクリックしていただくと ANA のねキャンペーン一覧が出てくると思いますんで、こちらにですね表示があれば対象者っていった形になりますんで、ぜひねチェックしてみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルオートボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。
それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。